サクサククイズ、はい、ということでやってまいりました。第1問、楽しいハイキング登山中に山ビルに襲われない方法は以下のうち3つどれでしょうか。1、事前に体中の血液をすべて抜いておく。2、浮く。3、そもそも 100% 毎回リスク回避っていうのはできないので、事前に山ビルの生態を理解し、毎回正しい処置をとる。お分かりでしょうか。はい、ということで、今回もサコさんチャンネル始まるよ。よろしく。企画、今回は、山ビルについてですね。テーマは山ビルに対しての対策っていうのをテーマに、お話をしていこうかと思います。で、結構高山ですね、 2000m とか、そういった山々登る方はあんまり山ビルって関係ないところもあると思うんですけども、まあ、僕の今回のこの動画というか僕のチャンネルでは里山をメインにしてますので、同じく低山ですね、地元の里山を登る方はたくさん苦労されてるかと思いますが、このシーズンぐらいから山ビルですね、被害がどんどん増えてくる、時期でございます。はい、というところで、この山ビルっていうところをですね、上げていきます。なお、もちろん山ビルはいろんな方、山登りされてる方ですね、いろいろ対策、結構基本的な知識しか入れていかないので、存じてる方も多いと思うんですけども、どちらかというとそのいつも言ってます、これから山を登る方とか、最近まだ登って間もない方とかですね、初めて山ビルされた時ですね、ほんまに引くんで、くっそ気持ち悪いという僕はなりました。はい、というところでね、今ではもう慣れてしまった僕はですね、もうへっちゃらへっちゃらのもうピン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 やってますけども、事前にですね、山ビルがどういったものかっていうのを知っていただければと思いますので、いろいろと話をしていこうかと思います。で、いきなりまず結論ですね、結論解説はまとめの結論から話そうと思っています。はい、はい、山ビルなんですけども、まとめ結論に関してはいわゆるもう山ビルに対してはもう 100% 回避するっていうのは毎回できません。必ずですね、もう被害っていうのは絶対受けられますので、もう少し仕方がないかなと。で、なので生態をちゃんと学んでリスクを減らして、万が一休憩された場合に正しい処置を取れるようにするっていうところがもう必要なのかなと。で、もう最大の結論なんですけども、そもそ もう山ビルがいると分かっていて山行ってるんですから、もう覚悟を持ってください。もうこれしかないんですね。はい、ということで、このですね、結論に至る、ためのですね、この山ビルのまず生態をちょっとお話をして、それに対しての、対策や処置、こういったところからもう一度この結論に戻っていこうと思いますので、改めまして今日はよろしくお願いいたします。では早速山ビルの生態から行く。ではまずそもそも日本にいるヒルの生息種なんですけど、約60種類くらいいるらしいんですよね。その中のうち吸血をするヒルっていうのが治水ヒル、沼ビル、花ビル、山ビルっていう4種類確認が取れました。今回はこの中の山ビルですね、ここに焦点を合わせて改めて話していきます。でこの山ビルなんですけども、学目的に行くと山ビル科、山ビル属の一種に当てはまると。ミミズとかの仲間なんですけども、生息場所がやっぱり沢筋とか、登山道、獣道等の湿気が多いところになるのかな。
ただの近年ですけども、あの鹿とかイノシシが里山から降りてきてるのにくっついてきて、あの住宅街とか公園、あの河原とかにもあの出現報告があるみたいなんで、結構あの配管さん以外でもこれ注意しないといけない、存在ですよね。でこのヒルの体型なんですけども、まあ、いわゆるナメクジに近い、まあ、フォルムなんですけども、体の前後にの強力なあの吸盤がついてるんで、まあ、その吸盤を使ってこうシャクトリムシみたいな歩き方でうねうね歩いていきます。でこの吸盤がほんまに強いんで、本当に靴の一部分とかでもちょっとくっついたらもうすぐにそのままビローンと、まあ、そのままの衣類ですねにくっついてくるぐらい強力な吸盤です。で口なんですけども、あの頭部側の吸盤の中心部にあのありますので、まあ、いわゆるそこからまあ噛みついて吸血してくるわけですね。はい、続いて、全長だいたい 2,3 センチくらいがまあメジャーなんですけども、あのビョイーンってこう伸びた時にはだいたい4センチから6センチぐらいまでと伸びます。ぐいぐい引っ張ったら結構伸びるぐらい皮膚が強いので、あのいろんな実験とか動画でですね、どんだけ引っ張ったらいけるかみたいなのやってましたけども、まあ、かなり、まあ、伸ばそうと思ったら伸びるみたいですけどもね。はい、でまたこの子が速いのなんの速度です。通常時で毎分70センチ、ただこれ1匹ちゃいますからね、いろんなとこから四方八方がずーってく僕らの方に向かってきます。で、衣類上にもう付着した場合はさらに速くて毎分で130センチなんで、もう気づいたら腰ぐらいまでもうだん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 もう下からうねうね上がってくると、もうこれ初めて見た時にはねもう発狂するレベルの気持ち悪さでした。はい、そして主食なんですがもちろんブラッド血ですね。ただこれすごい大事な重要なお話がありまして、だいたいヤマビルのまず寿命っていうのが3年くらいって言われてるんですけども、1回の吸血でだいたい約1年間は生存ができるという、もう1回吸うだけでもたらふくなんですよね。で2つ目、吸血後にも約2週間程度で産卵するんですよね。血吸われたらそのまま栄養が卵になってそれからどんどん増えてくるっていう、これがかなり問題となっているみたいです。ではそんなヤマビルさんを捕食する天敵はいるのかいないのか、でん、そういないんです。なので増え続けるっていうことがすごい問題になってるんですよね。では簡単にヤマビルの生態を抑えて1年間の活動状況いく。はい、ではこのヤマビルの1年間の過ごし方なんですけども、まあ、多少の誤差の環境地域によって違いますが、だいたい春から行くと4月から6月ぐらいからの活動が始まってきて、夏にかけて、いわゆる梅雨時期ですよね、ここがもう最盛期、もう皆様ご存知通りもうガンガン増えてきて、ガンガン皆様吸われ出します。で基本的に温度でいくと7度以上で活動が始まって、25度ぐらい、から、さらにこう雨が降ったりとか雨上がりでもうすごい湿気がある時がもう一番もう爆発的に活動があの活発になる時期って言われてますね。はい、でこの4月、春から夏にかけてたくさん吸ったヤマビルが7月8月に産卵ですよね、先ほど言った卵を生み出しますので、これでどんどん、翌年は増えてくるというこの悪循環。この卵大体秋の9月から11月ぐらいに孵化します。で、たくさん増えたこのヤマビルさんたちは冬12月からまた次の暖かくなる3月4月くらいまでは、いわゆる冬を越すわけですね。基本的にはオールシーズンですね、葉っぱ枯れ葉の下やこう岩場の下、どうかの影、こういったところでずっとじとーっと待っていまして、この人間のですねこう二酸化炭素、吐く息やあと振動、あと熱、こういったものに反応してどんどんと寄ってくるわけですね。なので基本的にはヤマビルが寄ってこないようにするんやったら、息を止めて歩くか、宇宙服みたいに完全密閉したものでこう浮きながら行くっていうのが一番いいかもしれませんけど、どれくらいかかるんやろうな、宇宙服やったら何百万とかってかかるのかな。はい、いろいろと対策を取れる方法がいるんやったらそういうのもありかもしれませんね。へい、ここでじゃじゃん、第2問。実際に実在する
ヒルは以下の3つのうちどれでしょうか。1渋谷センタービル、2クマビル、3モービル。わかりましたでしょうか。難しいですよねこれね。一番結構よく聞くんでね。正解は2番のクマビルでした。じゃあ次行く。では次は実際に吸血はどうやってしていくのか、吸血の方法行く。はい、ではまずこの山ビルのこの航空内の構造なんですけども、この航空内逆 Y 字状に3つの顎があるんですよね。でこの顎の縁にですねノコギリ状の歯がなんと約70本から80本ぎっしりと詰まっているという状態でございます。そしてこの口を使ってですね、まずヤマビルはあの皮膚の薄いところっていうのを探し出しまして、まあ、そこの部分をですね、まあ、この歯で噛みつくわけですね。噛みついてその傷をつけて、それで吸血を行うと。でこの吸血中なんですけども、あの知ってる方はもう有名なヒルジンという、まあ、の血液の凝固を防ぐ、まあ、分泌液ですかね、こういったものをこう分泌をして、大体約1時間ぐらいかけて、痛みとかも全然ないので気づかないんですよね。1時間ぐらいかけて、まあ、大体体の10倍から20倍ぐらいまで膨れ上がるまでずっと吸い続けて、で吸い終わったら自然とポロンとこう落ちていくという、まあなんとも卑劣な最悪な方法を取るわけですね。でこのヒルジンがまた厄介で、吸血後なんですけども、この血液凝固をしないので、このヒルジンがですねずっと残り続けると、あの止血がちょっとできずに、まあ、ずっとダラダラダラとですね、こう1時間とか2時間3時間、最大で血がこうダラダラ続くこともあるようですね。なので、まあ、このヒルジンというのはしっかりこうちゃんとこう取り切らないと、結構ずっと血が滲んできます。ではそんなお食事中のヒルの剥がし方についていく。まずそもそもヒルなんですけども、もう手で爪で引っ掛けてボロって取っても一応影響はないみたいですね。ダニとかと違ってこう顎だけこう頭から取れてしまうということはないみたいな。まあでも気持ち悪いし傷が広がる場合もあるし、まあ、やっぱり簡単な取り方がありますので、そっちの方がおすすめです。でこの取り方なんですけど、まあいろいろとネットで調べたんですけども、結局はもう王道ですね。もう有名な取り方がやっぱり基本的にこれしかなかったです。塩をかける、アルコールをかける、ヒル対策用のこうスプレー、また後ほど紹介しますけど、虫除けスプレーをかけるとかと、まあ発火油スプレーとか、あとまあ季節にもよったりするんでしょうけど、まあライター火持ってるとか冷却スプレー持ってるとか、こういったところをかけるとね、結構ポロッと取れてしまいますので、いずれか1個はですね、普段携帯しておくと、やっぱり季節によっては非常に役に立つかと思います。で、まあ、他にも方法あれば、ぜひコメント欄で上げていただければ、他の方も参考になるかと思うんですけども、まあ、要するにナメクジとかと一緒で、こう、塩とか、まあ水分が多い生き物なので、それをどんどんこう、吸収するような作用を起こす、まあ、塩とか、まあ、火でこう乾燥させるとか、こういったところがかなりまあ効果が強いのと、まあ、やっぱりこのヒルよけのスプレーとか虫よけスプレーは、まあ、こういったヒルが嫌がるあの成分がいっぱい入ってますので、こういったところがまあ確実なんじゃないでしょうかということですね。はい、ではそもそもヒルにやられないための事前の対策いく。まずは服装なんですけど、まあ要はシンプルですね。肌を露出しなければいいんです。なのでちゃんと帽子をかぶる、まあ夏でもですね、まあ長袖、長ズボン、まあレギンスとか履いている方も多いですよね。で足元はまあ長めの靴下、そしてまあしっかりとブーツを履いて、まあ、肌が出ないようにしていくっていうところはすごい大事だと思います。でレギンスについて持ってない方に関してはちょっと代用がありまして、実は女性用のストッキング、これがですね、結構厚めのやつやったら効力が強いみたいで、まあズボンの下にそれを一つ履いておく、男性でも履けますからね、履いておくとですね、それで結構ヒル対策になるみたいですね。
ただこういった網タイツとかのセクシー系のタイツはね、逆に一部の特定の人とヒルの加工の餌食になりますので、ここは気をつけてください。はい、続いて薬品系の対策でいくと、まあ、ハッカ油をこうスプレー状にしたりとか、あと山ビル用のですね、こうスプレーがちゃんとあって、山ビルファイターとか昼下がりのジョニーとか、あとまあそれがなくてもこう虫よけスプレーとかを代替にしたりとかですね、多分いずれも大体まあ1000円か1500円ぐらいあれば揃えられると思いますので、まあ、服装もしっかりして、で事前にこういったのを吹きかけておくと、かなり効力はいいんじゃないでしょうか。はい、あとはこれももう有名ですけど、自宅で簡単に作成できるものとしては食塩水ですね。大体まあ塩が 20% と水が 80% の対比で作っていただいて、まあそれをスプレーに入れていただいてですね、吹きかけたりとか、事前に靴下に染み込ませておいたり、まあ靴に吹きかけておくと、これも結構対策になるみたいです。ただ靴に吹きかける場合は靴がちょっと傷みやすいので、ちゃんと手入れは定期的に必要になってくるので、そこだけ気をつけてください。僕ちなみにこの塩水、普通に粗塩ですけど普段持ち歩いてます。はい、まあそれでもやっぱり吸血されることっていうのは絶対にあるので、はい、吸血後の処置としてはまず最初に可能であれば取り外した山ビルをですね、まあ、処理、まあ、より処分をしてもらいたいんですね。というと冒頭で述べた通り、血を吸った後の山ビル、卵産卵があるのでまたどんどん増えてしまうというところがあります。なので可能であれば山ビルは、まあ、処分をしてください。でその後に傷口のヒルジンをちょっと絞り出さないと止血ができないので、まあ、指で挟んでしっかりとヒルジンを絞り出してください。でここも調べたんですけど、このヒルなんですけど、基本的には感染症とかそういったのは過去に事例っていうのはほぼないので、基本的には安心してもらいたいんですけども、まあ、やっぱりほったらかしにするとですね、傷口に別のこう、まあ、細菌がついたりとかっていう、そういった危険性があるので、最後にはちゃんと消毒をして絆創膏を貼るようにしていただければいいんじゃないかなと思います。はい、ということでですね、まあ以上のですね、今のお話した内容からですね、改めて、まとめ結論になるんですけども、お話した通りですね、この山ビルですけども、やはりですね、毎回山に行く際は 100% リスク回避というのはやはりできないと僕の中では思っているんですよね。はい、やっぱつきますよね。被害に遭わなくても絶対よじ登ってくるとかはやっぱりあるので、まあ、常にこまめにこうチェックをして、ついてないかどうかは見るとか、吸われてしまうこともあると思います。なので、まあ、もう吸われてしまった時ですよね、まあ、そもそも吸われないためにもこう生態ちゃんと理解して、こう事前にこうちょっとでもこう被害を少なくしていくっていうところと、万が一吸血された時に、まあ、慌てずにですね、正しい処置をして、しっかりとですね、剥がして対処していただくっていうのが一番なのかなと。で、一番最初に言いましたけども、もうそもそも皆様、僕もそうですが、山ビルそもそもいるの分かっていて、それでもどうしても山行っちゃいますよね。そんなもんですよね。もうそもそも山ビルいるんだろうなって分かって山行っているので、見てる方もそうだと思いますけども、覚悟を持って行くしかありません。もうしゃあないんですよね、こればっかりはね。絶対掴んで、いかにですね、気持ち悪い山ビルをどう受け止めて、どう慣れていくかっていうところが一番大事なのかなと思いますけど。はい。結論はこういった感じでございました。はい。またですね、今後もですね、山登り、もちろん京都をメインにですね、もう YouTube でこう検索しても出てこへん山っていうのを積極に探して僕登るようにしてますので、京都の山ですね、他府県から来る方とかで面白そうな山があったら、地元の方でもですね、こんな山あったんだっていうのがあれば、ぜひぜひ登っていただければと思います。熊対策だったり、山ビル対策だったり、いろいろと山には危険も伴います。けども、皆様がご存知の通り、本当に里山低山だと言わずにですね、めちゃくちゃ面白い山いっぱいありますので、京都の山を皆様で盛り上げていって、もちろん僕も全国の山ですね、将来的に行ければと思いますので、皆様で山登りっていうこのシェアをですね、どんどん広げていって盛り上げていければと思います。ということで、次はですね、多分ですけども
めちゃくちゃマニアックなちょっと山行こうかと思ってます。もう思いっきりもう絶対手付けの方は見ても多分来へんやろなっていうような地元山ですけどもね、多分行くと思います。まあまたまたお楽しみしてくださいということで、今回もですね、ご視聴ここまでありがとうございました。これからは皆さんと一緒に山を楽しめようと思いますので、また山ビルに対しての何かですね、コメントやの知識共有訂正があれば、ぜひぜひコメント欄にお願いいたします。ではまたどっかの山で会いましょう。バイバーイ。